サマーリゾートチャンネル始まるよ。 Let's go baby、yeah! 緊張感がすげえのよ。あの前室からずっとサマーリゾートチャンネル始まるよ。サマーリゾートチャンネル呪文のように。どっちかというと英語寄りじゃねえのかしら。リゾートチャンネルは両方とも英語ですね。さあ今日はみこし、はい、はい、私が行ってきました、ね、うん、もう寒くなってきましたよ。そう、もう寒い。そうですね、もうだいぶ冬の感じです、うん、ちょっとだから感じも変わってくるでしょうね。そうでしょうね、はい、うん、ディレクターと一緒に。はい、誰ですか今回は。キスケさん。おもう最近はもうキスケディレクターだね。はい、うん、じゃあ生地触ったりするのかな。もう大体の素材分かったろうよ。ちょっと見てもらえる。じゃお願いします。はい、今回私がやってきたのはこちらです。新浦葉山で人気ナンバーワンの施設へ行ってみた。いや、新浦葉山って聞くと良さそうだ。良さそうだね、葉山。はい、ちょっと海沿いかな。海沿いですね。東京からも近いです、はい、近いですね、はい、見ましょう、うん、それでは VTR どうぞ。新浦さん、おたけさん、こんにちは。どうも、みこしです。いいね、今日は私なんと神奈川県葉山に。よかったね、晴れて、うん、ちょっと海は荒れて、れてますね。今日は三浦葉山エリアで人気ナンバーワンの施設をご紹介したいと思います。キスケさんとみそさんもいらっしゃいますね。はい、なんだあの姿勢は。紹介する施設はこちらです。盗もうとしてる時だな。ザハウスオンザビーチさんです。すげえとこにあんじゃん。そうなんですよ。良さそう。はい、東京からおよそ1時間半、神奈川県葉山にある8名まで宿泊可能の貸し別荘ですね。じゃあ人家族しかいないってこと、ここには。そうですね、はい、貸し切りです。入りたいと思います。すげえじゃん。よいしょ。おー、すごい綺麗ですね、うん、女子が好きそうな感じの内観中を紹介していきたいと思います。内観サファーがあって、内観で、なんとここのベランダから海が、あら、あーすごいね。なんです、はい、なんとバーベキューもできちゃいます。外にバスタブもあります。ここのベッドもいいですね。こじんまりしてるけど、はい、朝起きてすぐ海が見れる。はい、部屋着に着替えます。32、1、はい、よいしょ。はい、何ですか今の。違いました。ギリの感じ。今日はモコモコとあとこのいつものサテンです。はい、素材チェックしてもらいます。散々触ってきたから良くない。いや、よく言ったんですか。これってカホさんと同じやつ。あ、そうですね、お揃いです。触り方気持ち締まる。ボルジクのシステムですね。でこっちにドレッサーがあって、はい、鏡もすごい可愛くてテンション上がりますよね。はい、女性に嬉しいドレッサーがあってフォトストスポットも人気です、うん、フォトストスト。なんかここに私のあれ、みこし、こんなのサンプ DVD、 みこしばちゃんがしっかり。みこしばちゃん出てる。みこしばちゃん出てる。はい、よろしくお願いします。はい、ドレッサーの隣にが、お風呂も可愛いので中入ってみたいと思います。おー、バスタブもすごい広い、可愛いですね。映画のやつみたい。インサート、謎のインサートが。なんでみこしばちゃん。めちゃめちゃいいです。キスケって絶対そのなめだよね。いいね、ボルジュクシステム。3、2、1。あ、はい、斬新じゃん。いいと思います。どうでしょう。この時の角度かな。あ、さっき。はい、どっちが良かったですかね。まあ、うん、両方、うん、おしゃれあっていいのかな。いいですね、なんか海外に来たみたいな気持ちになれますね、この建物。はい、やっぱおしゃれ。あ、ここは女子が好きなやつ。そうなんだ、はい、カーテンはね
女の子は憧れるんじゃないでしょうか、このベッド。なんかお姫様みたいな感じで可愛い。虫を避けてるわけじゃないよね。それもあるかもしれないですね。で、調理器具が一式完備されてるキッチンもあります。はい。いや、これはいいだろうな、みんなで来たら。こっちには冷蔵庫もあります。へえ、大きい。で、開けてみると、はい、私が。みこしばちゃんは。並んでるんですね。タイトルがみこしばちゃんっていうの。はい、みこしばちゃん。じゃーん。こちらです。お、三つ目。あ、2つ目の、はい、日当たり抜群のベッドルーム。あれ最初1個なかったっけ。1個目で、こっちが2個目のベッドルームです。あれはあの天蓋。あ、3つ目でした、すいません。ちゃんと覚えてますか。はい、はい、めっちゃいい。硬すぎず、柔らかすぎず、ちょうど、本当にちょうどいい。はい、広すぎると思った方。次は少人数の方におすすめのところを紹介したいと思います。また違う場所。見えてきました。はい、2つ目の場所です。同じ系。こちらも同じ系列です。ザ・ハウスさんです。結構、はい、いい、いいよね。いい。はい、1つ目の施設から車でおよそ3分、少人数におすすめの貸別荘です。わあ、めっちゃ綺麗。海が目の前です。すごいね、これ。しかもなんかお風呂がありますね。めっちゃ開放感すごいな。中入ります。こういうレストランだよね。おしゃれ。全体的に白い感じで、はい、キッチンとかいろいろありますね。いや、景色最高ですね。いいですね。すごい綺麗で、他にもしっかりありますね。みこしばちゃん並んでますね。よろしくお願いします。ここは2階もあるそうなので、2階も行ってみます。そうですね、上だけですね、ベッド。こんな感じですね。おー、あ、こっちはまたちょっと違った感じで、ベッドルームですかね。インサートを撮ろうとしたら、こっちの方がいいかな。顔重視の方がいい気がする。顔重視ですか。こう、はい、撮っていただきました。めちゃくちゃ私のアドバイス無視してない。レッスンなんこれ。なんなの。じゃあ早速着替えてきます。寒そうだけどな。すごい風が強かったです。あ、はい、寒いね。そんな寒くない。いや、めっちゃ寒かったです。今日はフリフリですかね。風が本当に強かった。あったかい。やばい、最高。いい感じの湯加減で、風がいいですね。でも入ってたら全然寒くない。この岩場だったらなんかサーファーとかも来ない。そうだね、はい、天気が良ければ富士山を見ることもできます。で、ペットとの宿泊も可能です。サンハウスさん、いかがでしたか。こちらのそれぞれのお部屋のお値段はこちらです。すごく素敵なところだったので、ぜひ遊びに来てみてください。サンハウスさん4名で5枚から星5もよろしくお願いします。 DVD もぜひチェックしてみてください。じゃあ、みこしでした。髪の毛が。なるほどね、はい、いいですね。相当いいですよ。景色がすごい最高でした。そうね、なんか開放感があって。うん。うん、いや、目の前に。あの、開けてすぐなんか空が見えたり、なんか海が見えたり。そう、2個目のね。ちょっといいよ、ね。いいですね。はい、もう全面窓ガラスで、本当に綺麗です、うん。雨降ってもなんか良さそう、あそこの中だったら。あ、そうですね。うん。うん、だからなんか家族かなんか、ちょっと環境変えてね、うん、開けた時になんか、喜びそう。うん。うん、今回のまた、私と三沢さんとキスケさんのリポート、星いくつでしょうか。なんかもうその合同になったら意味がないっていうかね、あんまり。そうですね、レッスンみたいな、うんうん、取り方のレッスン。レッスン始まっちゃったよ、これ。そうです、うん、で、まあ三沢はなんかこうね、女子目線の感じがね、はいはいはい、うん、ましたよね。両方あっていいんですけどね。2パターンで、うんうん、
3ですね結果3です。いや建物は非常に良かったです、すごい良かったです、おすすめです。トータルなんとなく3かなっていう、特に何もしてないからね3です。はい、わかりました。じゃあ次から頑張ります。はい、はい、では次回も楽しみにしていてください。ではここでお待ちかねプレゼント情報。今回はこちらの番組オリジナルグッズをプレゼントしちゃうよ。応募方法は番組ホームページからこの後発表される当選番号と必要事項を明記の上ご応募ください。今週の当選番号は